おはようございます。おはようございます。満作の宿りしえにしです。です。運転中。今ご飯食べてあるところに向かってます。どこですか？ショッピング。全然違うじゃん。まあ遊びに行くじゃないけど気分転換に行く途中かな。うん。言わないの？何を？場所？場所は？場所っていうか。場所は言わない。場所っていうか何しに行く？わ、めっちゃ混んどるけど。もう言わないの？そっちが話題なの？ちゃうでしょ。ちゃうちゃう。ちゃうちゃうだけど。ちゃう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 。UFO キャッチャーをしに行きます。悪い子。悪い子。ギャンブル。ギャンブルとはちょっと違うんだけどね。ね、欲しいものがないと取らないけどね。ただやりに行くわけじゃなくて物色して欲しいものがあれば取りますよっていうだけで。なければやんないけどね。だからストレス発散遊びかな。ちゃんと消毒もしてますし、マスクもしてますし、ワクチンも打ってますから。はい。ということで、おたけ？違う、その、さっき喋ってて、うん、お年玉って何でしょうみたいな言われて、もういくつ寝ると何と思って。お正月ってやつ？そう。そう。それ。で、お年玉って何ですかって言われたんだけど、うん、なんだろうと思って目上の人から明けましておめでとうございますの世界。もらってる人ってすごいもらってるよね。まあそれは貧富の差だからどうしようもないのかな、まあ、その いとこの数っていうか、まあ、配る方も大変だけど、まあそれなりの収益がある人とかね、まあもらってない人も当然いるからね。だからみんながもうみんなもらっとるって言は言えない。まあ俺はっきり言ってほぼもらってない。それでも俺以外の人はみんなもらってた。まあそれはあの一番初めの、ね、俺の成り立ちというか説明を聞けばなんとなくわかるかもしれないが察してください。ということで、お年玉とは、何だと思ってる？難しい。お年。まあ、これはね、その年の確信ではないんだけど、まあ、語り継がれてる言葉、あくまでも。いや、だから意見を聞いてる。俺が言いたくないってのは、だからさっき言ったコマスリスリして挨拶っていうだってさ、その時に限ってさ、あの親戚とかさ、そんなほとんど面識もないのにさ、あの異国ってお年玉もらうために挨拶するやろ。だからそういうイメージだけっていう、子供の人は子供をバカにする意見はあかんけど、そういう認識が多いのかなっていう。もうなかなかなクラシックカーが。ああいう車かっこいいよね、軽くても。で、その年の始まり、今年の年の始まりに、結局お金かよ。お金っていうか、あ、これはね、あの除夜の鐘が意味合いが絡んでくるんだって。考えても、直感で言わなきゃダメだよ。考え込んだってさ、分かんない人は分かんないんだし、言葉が出てこないのよ。語彙力がないってやつ。その年の始まりに、うん、その日本人ってそういう風習好きじゃん。風習
重が好きってか好きじゃないか言を担ぐというかそうそうそれそれそれ、うん、それの意味合いで新しい年にあの日本はお金ありきの生活だからそれを引き渡しますみたいな引き渡すその回します違うそれじゃなくてお金回すとかじゃなくて日本人だからみんな金持っとうと思うなよ、まあ、そうなん違うんやってそのお金を回すとかじゃない言いたいことが違うんやってとはなーになんか分からんぞタイムリミットがあるよ年の区切りとしてを渡すことで、成長じゃなくて、言葉が出てこない。わかる言いたいこと。わからん。伝わってない。伝わってない。本当に言ってる？言ってる。だってお金もらってどうすんのって。成長したからお金くれるの昇進祝いってこと違う縁じゃなくて年の区切りとして昔はお金を渡してなかったとかお金じゃなかったってこと渡してないただ区切りで何かはしてたとかまあ行事はしてたよねそれがお金をいつか渡すことになっただけで本当は違う。そう。本当は違う。もうお年玉っていう。じゃあお年玉でいいじゃん。なんで玉なの？そう。玉。まあ。魂。答えつったわ。あれなんだけど言ってていいの？俺が。答え。まず直球で答え言うの前なんで、とりあえず除夜の鐘からね。まあ、百夜つってその年の煩悩を捨て去りましょうって洗い清めましょうっていうので、まあ、その昔ねその鐘をついてその鐘の響きに霊力やらそういうのを乗せて悪いのを汚れを取りましょうっていうのが除夜の鐘だから年が変わった時にゴンゴン打つのが今は主流なのかもしれないけど本来は百夜つ目打つ時が夜中の12時っていう打ち方をしなきゃ本当はいけない今は12時になったら日付変わりましたゴーンだけど日付が変わる前までに汚れを落としましょうっていうのが除夜の鐘、うん、でその後に新年が来てあのお年玉っていうのをもらうんだけど実際は玉ってのは魂って書いて玉って読むだ汚れたものを脱ぎ捨てて、うん、で新たにその美しい魂汚れなき魂が生まれますよっていう、うん、まあ願いもある、うん、今年1年汚れなきスタートを切れますよっていう願掛けに近いだから実際お金をもらうわけじゃなくて目上からの人の祝福、うん、力のある人からのその祝福だった本当は、うん、だから神社とかに行って神様とか行って、うん、汚れを落としました今年は綺麗な体ですだから今年いっぱいあのいいことありますようにっていう、うん、だから新年の挨拶はそうやって挨拶して今年は頑張りますっていう、うん、で新年じゃない後の挨拶は、うん、あのなんていうの今までの報告お願いしに行くものじゃないんやで神社ってのは、うんだからあのお年玉の玉とは汚れなき魂をあの再度授かることうーんそれがいつの時代かあのお金を渡されてそれで教養を身につけなさいとか身なりを整えなさいとかねそういう意味合いでお金を渡すようになったっていうわけでだから玉がその王変の天じゃなくて魂の玉なの本当はその玉になっちゃったんやろさあわからないそれはそういうのを信じない人たちが、まあ、意味が
その自分よりの目上のものを神輿に乗せる、神様をお神輿に乗せる。あれ字って、神輿の実は復興の効果さ、玉の輿の玉だよ。魂じゃないでしょ。違う違う、どの字だっけ。パッと出てこない。あれ、お年玉の玉じゃなかった。うん、そう、お金の玉で。お金って何で、応変の玉、ね、何、お金の玉って何。 お年玉のこと。まあこれもちょっといろいろ語源があるんだけど、王に使える点であり価値のある玉っていう、価値のあるもの、うん、通貨をその王変の点を書いて玉とも呼んでた。へえ、昔は。昔というかそういう意味合いもあった。なるほど。だからまあ玉の腰はまあ自分より目上の人、自分より価値のあるものの人、うん、だから神様ではないんだよね。そのおみこしは神様を乗せてるんだけど、うん、今言った玉の腰ってのはお金を持ってる人だから、うん、玉を持ってるみこし、担ぐもの、うん、そこに嫁ぐから、うん、玉の腰に乗るっていう、うん、ちょっと分かりにくい。今注射屋が気になっちゃって頭に入ってこないんだよね。注射するのになんか何や、俺運転下手じゃないよ。下手じゃないけど、まあ人の車だから、ね、何に人の車なんて。まあ俺の車じゃないけど、うん、愛知の車です。です。ちゃんと乗ってもいい資格はあります。保険入ってます。まあそうだけど、あるやん、何歳以上だったら別に他の人はダメとかさ、乗っていいですよっていう、そういうのにちゃんと入ってるから。だからまあ脱線したけど、お年玉ってのはあの魂のこと、魂をまあ落とすっていうよりも授かるって感じ、うん、いただくって、汚れない魂を授かりますっていうのは本当の語源なんです。決してお金がもらえるからお年玉じゃないからね、そこのとこ間違えちゃダメですよ。で、みこしの方はいい、玉の腰とかお金に絡むことはやっぱりあの魂ではなくて王変の天の玉を使うことが多い。うん、あの神社に奉納するお布施も玉串って言って玉なんや。だからお金が絡むからどうしてもそうなっちゃう。そういうことなんだ。串に玉だから玉串、ね、まあ仏教とかあの仏さんとかね、そういうとこだとまあお布施とかさ、お花代だとかご香典とか書くけど、神社は玉串、うん、まあ流派によっては変わるかもしれないけど、まあやっぱお金に関することはやっぱその字が多いのかな、うん。まあ現代ここ百十数年はまあそのやっぱ見えない人が多すぎる、うん、だからどうしてもその魂の価値といったらあれなんかもしれないけど、その敬うもの、うん、見えないものを敬うとかそういうことをあんまりしなくなったよね、うん、アングルが悪い、顔がでかく見える余計。手が釣りそうなんですけど。はい。他に何かありますか。こんなところでいいですか。っていうか単純な話でどんだけ喋ったね。お年玉の玉は魂です。以上です。はい。失礼します。ありがとうございます。